ねえねえ、マリサ。どうして5円玉とか50円玉には穴が開いてるの？いい質問だね、霊夢くん。くんはどう思うのかな？紐を通して保管できるとか？まあ、それは和道開珍とかの時代の話だな。現代の5円玉とか50円玉に穴が開いてるのは、基本的には製造コストを下げるためと言われてるぜ。穴を開ければその分金属が少なくて済み、およそ、数パーセントもコストダウンできるらしいぜ。へえ、そうなんだ。ちなみに高価に穴を開けている国は少なくて、日本以外には6カ国しかないんだ。たくさん流通するから、節約は必要ね。お金の使い道はよく考えないといけないわね。ああ、その通りだぜ。2023年度の防衛費概算要求がそろそろ決まる頃だけど、賢く上手に使ってほしいもんだぜ。何それ？概算要求って？ああ、じゃあ今回は、そんな防衛省の2023年度概算要求について、じっくり解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。さて、防衛省は8月末にまとめる2023年度予算概算要求を、過去最大の5兆5947億円とする方向で調整に入った。加えて、金額を明示しない事項要求も100件超盛り込む方向だそうだ。自衛隊の予算って、どうやって決まるの？詳しく言うと7段階あるんだぜ。まずは、1、防衛省が概算要求書予算案を財務省に提出する。2、財務省がそれを査定し、各省庁との調整をする。3、合計の予算案を閣議に提出。ほうほう。4、予算案を最終調整して閣議決定。5、予算案を国会に提出。6、国会審議。7、予算成立という流れだ。結構、ステップを踏むのね。さらに補正予算といって予算を組み替える、追加する場合があるぜ。まあ、巨額の国費を使うんだからしょうがないよね。今回は、まず最初の段階の防衛省の予算案のニュースだな。だから最終承認までは、まだまだかかるから、それは理解してほしいんだぜ。わかったわ。で、内容はいつもと違うの？今回の予算概算要求のポイントは、まず要求金額を、過去最大の5兆5947億円とする方向ということだ。5兆6000億円って随分多いんじゃないの？いやいや、去年の要求金額は5兆4571億円だったから、額で言えば1500億円程度上がったに過ぎないな。比率で言えば去年比 0.25 ポイント上がっただけだぜ。あれ、防衛費を大幅に増やすとか言ってなかったっけ？まあ、それが次のポイントで、いわゆる事項要求と呼ばれる、金額を明示しない項目が100件程度含まれるらしいんだ。そんな手があるのね。それって珍しいことなの？例外的に金額を定めず項目のみを盛り込むことが認められたものだから、本当の例外的措置だ。政府は2023年度の予算で、防衛や少子化対策などを対象とすると決めていたぜ。じゃあ、各省庁が勝手に事項要求することはないのね。原則的にはそうだな。去年とかは防衛省は何件くらい事項要求したの？防衛省のホームページに載っているから調べたんだが、昨年は以下の4つだったぜ。次期警戒管制レーダー装置の開発に必要な経費、官房各局基地周辺米軍再編に必要な経費、F-15 能力向上事業に必要な経費、次期警戒管制レーダー装置の開発に必要な経費、X バンド通信衛星の整備時に必要な経費。じゃあ、今年が100件とかすごく多いんだね。予算概算要求書が公開されるのは先だから、事項要求の数や内容は、詳しくはわからないけど、一部報道では、人に敷地対艦誘導弾改良型や、高速滑空弾の早期配備費用や、イージスシステム搭載艦、攻撃型を含む無人機や、継戦能力を強化するための弾薬火薬庫の整備があるらしいな。ふむふむ、最終的な予算がどうなるかは、この100件。の事項要求のどれが認められるかによって変わるんだが、それはまだ先だ。でも、防衛費が去年より増加するのは確実だろうな。いくらくらいアップするの？それは、現在は誰もわからないぜ。でも G ダイヤモンドパール対比 2% とか、そんな高い予算になる可能性はほとんどゼロだな。おそらく数千億円規模の増額が現実的な線だろうな。財務省が反対するってこと？まあ、財務省が甘い顔をするわけがないけど、財務省が概算要求の中身について、あれこれ言えるのは金額が明示された部分がメインで、事項要求の重要な部分は、勝手にカットはできないだろうな。ほうほう。まずは省庁間全体の調整をするけど、事項要求は別枠で、おそらくほとんどが、閣議にまでは提出される可能性が高いぜ。どうしてそう思うの？そもそも事項要求とは、政府の骨太方針に沿ったものだし。概算要求後の予算編成の過程で数兆円の歳出予算を検討するようになった現在では、財務省が押し込めるものではなくなってきてるんだ。ほうほう、
ただ、100件の真偽はわからないけどな。防衛省があえて多くして噂を出してるのかもしれない。ある程度、カットされてもいいようにな。その辺はいろいろありそうね。ああ、去年の4件とかは具体的だったし、必要性も明らかだったけど、100件って言われるとちょっと首をかしげるんだぜ。まあ、人に敷地対艦誘導弾改良型の大量早期配備なんかは急いで、やらなきゃいけないことだとは思うけど、来年どこまでやれるかって問題もあるからな。例えば本当に戦発されて配備するとしたら、いくらかかるの？現在の改良前のシステムなら、数百億ってところかな。ただし、人に敷地対艦誘導弾改良型は2025年までかけて開発する予定だったから、改良型を早期に大量配備するってなると、いくらかかるか、本当に来年できるかは不明だぜ。ふむふむ。最終的には射程 1500km まで延伸されるプランだし、長射程化のための大型の展開主翼とジェットエンジンの作動領域拡大、RCS 低減のための弾体形状のエッジ処理、人工衛星経由の対地上装置間データリンク、マルチプラットフォーム化などの技術開発が必要で、まだ開発途上なんだ。なるほどね。開発の早期化や配備の準備をするのはいいけど、どんな風に実現するかよく考えて予算化しなきゃいけないな。簡単に1000発ミサイルを作ったり、発射機を作ったりはできないのね。イージスアショア大体のイージス艦は、現実的だな。マヤ型の次級となる S、M6 搭載で弾道ミサイル防衛可能な船を、2隻は建造を開始したいところではあるな。ほうほう、潜水艦とかも増やしたいわね。まあ、船を増やす前に海上自衛隊の人手不足問題を解消するための、事項要求もあるべきだな。待遇の改善も、そういうのに含んでもいいぜ。船があっても人が足らなきゃ運用できないしね。後は弾薬備蓄関係だな。次戦能力を強化するために弾薬やそれを保管する弾薬庫は、陸海空で必要だぜ。今までは、そこらは予算の関係上、どうしても軽視されてきたから、いい機会だぜ。弾に撃つ、弾がないのが、弾に傷。って自衛隊潜入があったわね。そういえば無人機とかどうなの？まあ、攻撃用無人機は事項要求の一つの目玉だろうな。ウクライナ侵攻でもある程度の活躍はしてるし、仮想敵国はドローン大国だ。陸上自衛隊、航空自衛隊、海上自衛隊それぞれ欲しいんだろうけど、統合して攻撃型無人機導入や開発を至急進めていく事項要求があるんだろう。大きなのは、そんなとこだとすると、100件ってのは、ちょっと多すぎるのかな？まあ、概算要求書を見ない限りは何とも言えないな。財務省は今年の概算要求前に、基本的な方針を出しているんだ。特に防衛費については、基本方針2022で示された。本年末に改定する国家安全保障戦略及び防衛計画の大綱を踏まえて策定される。新たな中期防衛力整備計画の初年度にあたる令和5年度予算については、同計画に関わる議論を経て結論を得る必要があることから予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる。との方針を踏まえた対応については、予算編成過程において検討する。と言ってるぜ。長すぎるし、何が言いたいかわからないわ。政府は年末にかけて安全保障政策の重要な指針である戦略3文書の改定を行うんだ。10年程度の外交防衛の基本方針となるのが国家安全保障戦略だ。10年分の長期戦略ね。それを踏まえて策定されるのが10年程度の防衛費の水準を決める。防衛計画の大綱。さらにその下で5年間の防衛費総額や主要装備の数量などを決めるのが、中期防衛力整備計画となる。各年度の防衛費予算は、この中期防衛力整備計画に沿って決定されるってことだ。ふむふむ。ところが今回は、この4つの作業がほぼ同時に進められる異例の形となっているぜ。政府は、2023年度予算案の概算要求基準で防衛費に上限を設けず、また金額を定めないことで、自由な発想に基づく提案を引き出し、それを戦略3文書の改定につなげていく考えのようだからな。それでうまくいくのかな？まあ、大変な作業が待ってるぜ。岸田首相も防衛費の増額について、数字が先にありきではない、と説明しているし、防衛費増額の財源をどう確保するのかも大きな問題だぜ。増税は嫌です。岸田首相は防衛費の増額について、内容、金額、財源の3点セットで議論を行う、とし、財源の議論を進める考えを示しているが、自民党内には安易に、国債で賄うとの意見も強いな。他方、公明党の山口代表は、安易に頼るべきではないと慎重な姿勢を示しているぜ。国債は後の世代に付けを残すしね、次世代への負担を高めずに防衛費の大幅増額を実現するためには、社会保障費の大幅抑制や消費税率の 2% 引き上げなどを受け入れる覚悟が果たしてあるのか、
真摯に国民に問うプロセスが必要かもな。NATO 諸国は防衛費の G ダイヤモンドパール対比が 2% を目標にしてるっていうけど、その辺はどんな感じなの？そもそも NATO の国防予算 G ダイヤモンドパール比 2% は日本の防衛費 G ダイヤモンドパール比率とは算出方法が異なっており、G ダイヤモンドパール比 1% 程度の日本の防衛費が、国際基準に照らして必ずしも小さいわけではないということを、政府は少し前まで説明していたんだ。どのあたりの算出方法が違うの？日本は欧米基準の関連経費や増加傾向にある補正予算を除外しているためだな。欧米基準に換算すると去年で G ダイヤモンドパール比はすでに 1.24% 強らしいぜ。退役軍人年金や日本の海上保安庁に相当する沿岸警備隊の経費、国連平和維持活動 PKO 拠出金なども、日本は除外しているぜ。単純に防衛省の予算だけで計算するのは不合理ってことね。まあ、国防費については色々と真摯な議論が必要なんだぜ。目先の数字や、威勢があるだけの大声に惑わされてはいけないな。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。